ブレイズ・パスカル・パスカルの賭けは、フランスの哲学者、ブレイズ・パスカルが提案したもので、理性によって、神の実在を決定できないとしても、神が実在することに賭けても失うものは何もないし、むしろ生きることの意味が増す、という考え方である。パンセの233節にある。パンセは、パスカルが晩年に、 キリスト教弁小学についての書物を構想して書き綴った断片的ノートを死後にまとめたものである。歴史的には、パスカルの賭けは、確率論の新たな領域を描き出したという点で、画期的であり、無限という概念を使った初期の一例であり、決定理論の形式的応用の最初の例であり、プラグマティズムや主義主義といったその後の哲学の先取りでもあった。 ブレイズ・パスカルは理性が信頼できないなら神の存在を信じることはそうしないことよりも良い賭けであると述べた。この賭けはパンセの中の他のテーマの上に成り立っておりそこでパスカルは特に宗教の分野で理性が信頼できるという我々の観念を体系的に解体している。パンセの構成は死後に他者が勝手に決めたものだが かけの節が基盤を提供する他の部分の後に来ることは推定可能である。パンセの大部分は確実性を攻撃しており、以下のような考え方を示していることから、世界初の実存主義作品とされることもある。パスカルは読者に対して、自らの立場を分析することを要求している。もし理性が本当に壊れていて、 神の存在を決定する際の土台にならないなら、コイントスしか残っていないことになる。パスカルの評価によると、賭けは不可避であり、神の存在の証拠や反証を信じられないものなら、誰でも無限の幸福が危険にさらされるかもしれないという状況に直面せざるを得ない。信じることの無限の期待値は、信じないことの期待値より常に大きい。 しかしパスカルは、この賭けを受け入れること自体が十分な救済だとは、していない。賭けが書かれている節の中で、パスカルは、自身の理解について、それが信仰の推進力にはなるが信仰そのものでは、ないと説明している。したがって、神の証拠を増すことによってではなく、君の情欲を減らすことによって、自分を納得させるように努めたまえ。君は、 信仰に達したいと思いながら、その道を知らない。君は、不信仰から癒されたいと望んで、その薬を求めている。以前には、君と同じように縛られていたのが、今では、持ち物すべてをかけている人たちから学びたまえ。彼らは、君が辿りたいと思っている道を知っており、君が癒されたいと思う病から癒されたのである。彼らが、まずやり始めた仕方にならうといい。 それは、すでに信じているかのようにすべてを行うことなのだ。聖水を受け、ミサを唱えてもらうなどのことをするのだ。そうすれば、君はおのずから信じるようにされるし、愚かにされるだろう。だが、僕の恐れているのは、まさにそれなのだ。それはまたどうしてか。君に何か損するものがあるというのか。だが、 これが信仰への道であることを君に納得させるのに役立つことは君の大きな障害になっている情欲をこれが減らしてくれるということである。この議論の終わり。ところで、この方にかけることによって君にどういう悪いことが起こるというのだろう。君は忠実で、正直で、謙虚で、感謝を知り、親切で、友情に熱く、真面目で、誠実な、 人聞きになるだろう。事実、君は有害な快楽や栄誉や逸楽とは縁がなくなるだろう。しかし、君は他のものを得ることになるのではなかろうか。私は言っておくが、君はこの世にいる間に得をするだろう。そして、君がこの道で一歩を踏み出すごとに、儲けの確実さとかけたものが、無に等しいこととをあまりにもよく悟るあまり、ついには、 君は確実であって無限なものにかけたのであって、そのために君は何も手放しはしなかったのだということを知るだろう。パスカル、パンセ、中古文庫、1973年12月10日、162から164ページ。書けは、パンセの中では次のように書かれている。もし神があるとすれば、神は無限に不可解である。なぜなら、神には、 部分も限界もないので、我々と何の関係も持たないからである。従って、我々は、神が何であるかも、神が存在するかどうかも知ることができない。そうだとすれば、誰が一体この問題の解決をあえて企てようと、するであろうか。それは、神と何の関係も持たない我々ではない。神はあるか またはないかということにしよう。だが我々はどちら側に傾いたらいいのだろう。理性はここでは何も決定できない。そこには我々をトントン掛け隔てる無限の混沌がある。この無限の距離の果てで掛けが行われ表が出るか裏が出るのだ。君はどちらにかけるのだ。理性によっては君はどちら側にもできない。 理性によっては、二つのうちのどちらを退りけることも、できない。したがって、一つの選択をした人たちを間違っていると言って、責めてはいけない。なぜなら君は、そのことについて何も知らないからなのだ。いや、その選択を、責めはしないが、選択をしたということを責めるだろう。なぜなら、表を選ぶ者も,も、裏を選ぶ者も,も、誤りの程度は、同じとしても、 両者とも誤っていることに変わりはない。正しいのは書けないことなのだ。そうか。だが書けなければならないのだ。それは任意的なものではない。君はもう船に乗り込んでしまっているのだ。では君はどちらを取るかね。さあ考えてみよう。選ばなければならないのだから、どちらの方が君にとって利益が少ないかを考えてみよう。君には、 失うかもしれないものが二つある。真と幸福とである。またかけるものは子。君の理性と君の意志、すなわち君の知識と君の私服とである。そして君の本性が避けようとするものは二つ。誤りと悲惨とである。君の理性は、どうしても選ばなければならない以上、どちらの方を選んでも傷つけられはしない。これで一つの点が片付いた。ところで、 君の私服は神があるという方を表にとって損得を図ってみよう。次の二つの場合を見積もってみよう。もし君が勝てば、君は全部儲ける。もし君が負けても何も損しない。それだから、ためらわずに神があるとかけたまえ。これは素晴らしい。そうだ、かけなければいけない。だが僕は多くかけすぎていいはすまいか。 そこを考えてみよう。勝つにも負けるにも同じだけの運があるのだから、もし君が一つの生命の代わりに二つの生命を儲けるだけだとしても、それでも名をかけても差し支えない。ところがもし三つの生命が儲けられるのだったら、かけなければいけない。そして、かけることを余儀なくされている場合に、損徳の運が同等であるという勝負で、三つの生命を儲けるために、 君の生命をかけなかったとしたら、君は、分別がないことになろう。ところが、ここには、永遠の生命と幸福とがあるのだ。それならば、仮に、無数の運のうちでただ一つだけが君のものだとしても、君が二つの生命を得るために一つの生命をかけても、まだ理由があることにはなろう。そして、かけることを余儀なくされている場合に、 無数の運のうちで一つが君のものだという勝負で、もしも無限に幸福な無限の生命が設けられるので、あるならば、君が三に対して一つの生命をかけることを拒むのは、無分別ということになろう。ところが、ここでは、無限に幸福な無限の生命が設けられるのでかあり、かつ運が一つであるのに対して負ける運は有限の、数であり、君のかけるものも有限なものである。 パスカル、パンセ、中高文庫、1973年12月10日、158から161ページ。パスカルは、神の本質は、限りなく不価値であるとして、神の実在、非実在は、人間の理性では、証明不能だという前提を、出発点とした。理性がその問題に答えられなくとも、人は、憶測や猛信で、賭けをすることになる。 実際には我々はすでに選択を行って生活しており、パスカルの観点から言えば、この点に関しての不可知論はあり得ない。我々は理性と幸福という二つのことだけをはかりにかける。パスカルは神の存在についての問題は理性では解けないため、コイントスのような損失と利益の等しいリスクがあるとみなした。そういうわけで我々は、 神の存在を信じた時の損失と利益を考慮して、自らの幸福に従って判断しなければならない。パスカルは、得る時は全てを得、失う時は何も失わないとして、神が存在する方にかけるという判断が賢いと主張した。すなわち、神が存在するなら永遠の命が約束され、存在しない場合でも死に際して、 信仰を持たない場合より悪くなることは何もない。パスカルの賭けで定義される可能性は、以下のような意思決定マトリックスを使い不確かな状況での選択として考えることができる。なお、パスカルは地獄については何も言っていないし、神が存在して、それを信じない場合に得るものについて何も言っていない。彼の観点からは神を信じることで、 無限の利益が得られる可能性を導くだけで十分だったためである。パスカルはまた B と G の組み合わせを単に N としているが、これについても異論は多い。なお、G の確率は正で有限と仮定する必要がある。これらの値から見ると、神の存在を信じて生きるという選択肢は神を存在を信じずに生きるという選択肢より有意である。言い換えれば、 神が存在するかどうかに関わらず、B を選択した時の期待値は B を選択した時の、それと同じかより大きい。実際、決定理論によれば、上記のマトリックスで考慮に値するのはだけである。次のようなタイプのマトリックスでは、だけが合理的決定である。パスカルの掛けは発表当時から、様々な批判にさらされてきた。ボルテールは、無作法で子供っぽい。 信じることで利益が得られることが実在の証明にはならないと書いた。しかしパスカルはこの賭けが神の実在の証明だとは言っていない。それは単に確実性に対する彼の論証の帰結であり、理性が信用できないという観念と、軽眼な神の実在がコイントスで決まるという観念によるものである。神が存在するかどうかという問題において理性が信頼できるなら、 賭けは、そもそも不要である。歴史上、数多の宗教が存在し、それぞれの神に実在する、可能性がある。従って、パスカルの賭けでそれらをすべて考慮する必要があると、主張する人もいる。これを、アーギュメントフロムインコンシステントレバレーションズと呼ぶ。それによると間違った神を信仰する、可能性が非常に高いことになり、 パスカルの言った計算は間違っていることになる。ボルテールの同時大臣であるドゥニ・ディドロは、パスカルの賭けについて聞かれた時に、イマームも同じように推論できるだろうと答え、このような見方を簡潔に表した。JL ・マッキーは、救済を与えるとしているのは、カトリック教会だけではなく、アナバプテストやモルモン教やスンナ・ハヤカーリーの、 信奉者やオーディンの信奉者など様々なものがあると述べている。パスカル自身は、賭けの不死自体では他の宗教を考慮していないが、それはおそらく、パンセの他の部分でストア派、ペーガニズム、イスラム教、ユダヤ教などを検討し、どんな信仰でも正しいなら、それはキリスト教の信仰に通じるものがあると結論づけているためである。それにもかかわらず、 このような批判が出てきたとき、パスカルの賭けを弁護する立場からの反論は、競合する。選択肢のうち無限の幸福を与えるものだけが、賭けの優勢に影響するとした。オーディンもカーリーも約束した幸福は有限で、限定的であり、イエス・キリストの約束した無限の幸福には、立ち打ちできず、従って考慮に値しないとしたのである。また、 競合する神が約束する無限の幸福は、相互排他的だとした。キリストの約束する幸福は、エホバやアラーフのそれと同時に満たされることができ、間違った神を信じた時のコストが、中間の場合は、意思決定マトリックス上で考慮に値しないが、正しい神を信じないことが罰を生じる場合は無限のコストとなってしまう。さらに、 パスカルの家けのエキュメニズム的解釈では、無名の神や間違った名前の神を信じることは、それが同じ基本的性質を備えた神である限りにおいて許容できるとする。この方向性の信奉者は、歴史上のすべての神を突き詰めていくと、少数の本当の選択肢になるとするものと、パスカルの家けは、一般的な信仰を人に信じさせるのが目的だとするものがいる。 これに対して批判者は、パスカルの賭けはあらゆる神を考慮すべきで、それぞれの宗教の来歴は無関係だとしている。パスカルの賭けは次のような選択肢だけを用意している。慈悲深い神が存在し、各人の信仰の有無に従って罰したり報いたりする。慈悲深い神は存在しない。これは間違ったジレンマという論理的語尾を犯している、という。 ドーキンスは、神は慈悲深くない、あるいは信仰に報いないという可能性もある。慈悲深い神は定義上、罰したり報いたりする判断基準として、各人の信仰を優先し、各人の行動は二の次である。しかし、神は信仰とは、無関係に、各人の正直さに報いるかもしれないと主張した。 リチャード・キャリアはこの考え方を次のように発展させた。これによれば、信心しない正直者に報い、嘘つきの信仰者を罰する神を想定していない、ことから、上で示した表は、不正確ということになる。改良版は次のようになるという。これに対して、このような仮説は、宗教一般が持つ伝統を無視したものであって、考慮に値しないという主張もある。 より正確に言えば、このような、新たな仮説が真である確率は、ゼロであり、パスカルの期待値計算に影響しない、とする。すると、議論は、確率の割り当て方の合理性の問題に及んでいく。リチャード・ドーキンスは著書、神は妄想であるの中で、反パスカルの欠けとでも言うべき主張をした。神が実在する、可能性がわずかながらあるとしよう。そうだとしても、 神が実在することにかけて信仰し、捧げ物をし、神のために戦い、神のために死ぬよりも、神が実在しないことにかけた方が充実したい主張を送ることができるだろうと述べたのである。だが、パスカルは上述したように、このような反論は予想していた。この賭けは、人が意識的に選択できることを前提としている。 しかし信念を意識的に選択することはできないと主張する。批判者らは、パスカルの賭けは神への信仰を意識的に装ったものに過ぎないという。さらに、全能の神がいるなら、そんなごまかしは通用しないだろうと主張する。ありがとうございます。